さあ、いい村出ろ、いい村出てくれ、頼むぞ頼むぞ。なるほど、説明ブレクソだけ。さすがレジェンドリーグ、やるじゃねえか。しかし、やってやりましょう。今回ね、密集してみますね。密集してるんで、これ、スーパーボーラーのチェーンダメージめちゃくちゃ入るんですか？なので、ここがボディヒースターとかのフレームシューター。大丈夫、テスラ出てきてないね。多分出てきてないね。オッケー。ここで、フレームシューターはね、もう爆地です。1か8か。で、ボディヒーパートもね、ちょっと、1か8かで、やっていきます。これね、8体ってほんと極端だけどね。皆さん真似しないでくださいね。実践するならね、あれですかね、スーパーボーラーってね、もう、だいたい3、4体じゃないですか。ですけど、この8体は真似しちゃいけませんからね。ただ、まあ、スーパーボーラーのバンド今回めちゃくちゃぶっ刺さってて、8体もいるんで、もう、一気にね、これゴリ寄せるんじゃないですか、密集してる配置ですし。いきますよ。さあ、そろそろかな。もう、そろそろ、ちょっとウィズトが全然削れてねえな。ちょっと待って、大工が回復しちゃってんから。くっそ遅いんだけど。まあ、もう一回、もうちょっと時間がもう2分切るんで、もうスーパーボーラー編成で、ね、始めていきたいところですね。やっとウィズト壊したし。さあ、もういいや。もう行くしかない。もうこれは。さあ、行きましょう。こっからスーパーボーラー8体編成。行ってこい、お前ら。さあ、どうでしょう。どんなバウンドを見せてくれるのか。さあ、で、もうちょっとたくさん生き残ってるうちにね、ピキンしちゃってって、トームかけていってあげて、さあ、こっからレジかけていく。さあ、バウンドがバカス書いてて気持ちいいですよ。すごいバウンドだよ。すごい。奥の施設どんどん壊していく。で、ここでちょっとトルネに捕まってんだ。待って待って。二手に分かれたらどうしようか。いや、もう右は捨てるわ。右捨てて、左の方に進行させていきましょう。左側の進行をやっていきます。で、からの、さあ、ご母さんにレジをかけていってあげて、奥の人たちの熱波ガスかね、壊してってもらうわけですよ。で、からの、こっから OK、ターンあたりは壊してくれると思うんで、よし、いいね。で、じゃあ、ロイちゃんね、下からね、差し込んでいった方がいいっすね。で、行けば、さあ、バウンドとかでバカスカ壊していってるんで、はい、回収用のユニット、もういないんすけど、なんかめっちゃ壊してますね。さあ、どうだ。残り時間が、もうちょっと50秒切るところなんですけども、また相手のアチャクイがね、いるのがね、きついんすよね。きついんすけど、まあ、フリーズで固めて、このフリーズ下手っすね。これ、ワンチャンアチャクイと一緒に固められたかもしれない。投石とアチャクイ。まあ、いいや。で、ホーミングでも投石も全部壊しちゃったんで、はい、これでいけば、あと残り時間30秒。いけんじゃねえか、どうだこれ。いけるか？下のここだよな、エリポン。フェニックスがエリポン、ぶっ壊してくれれば全然できそう。さあ、上はもう問題ない。問題ないね。オッケー、問題ないんで、さあ、あとは下のエリポン壊していけば、はい、全開来ました。いい配置来い、頼むぞ。あー、質レベルクソ高えな。クソ高えな。まあ、ただ配置自体は、まあ、ぶっ刺さりますね、スーパーボーラーバウンド。密集してるんで。密集してると、クソ強いんで、スーパーボーラー。はい。なので、どう行こうかな。まあ、こっち、上方向多分テスラないね。デコレーションでぎっちりやってんで、テスラないのバレバレなんで。12時差し込んでいきましょう。で、からのボディ引いてカットしてってあげて、で、どうしよっかな、これ。まあ、ジャンプでうまいことをね、なんか中央突破していく感じ。いや、回廊型だしな。どうしよっかな。あと、これ、ウォーデンのペット、フロスティじゃなくて、オールの方が良かったかな。いや、でもね、何やかんやね、フロスティのね、序盤のね、このフロストマイトの遅延効果で、結構ね、火力高いところもね、ウォデヒで削っていけたりするんですよね。レイジ、ちょっと使わなくて済んだりとかっていう場面が結構あったりするよね。なので、ここでちょっと悩ましいところでは、あるんですけれども、さあ、3時方向しっかりカットしていきつつ、もうそろそろいいっすね。もうそろそろ壁開けて、スーパーボーラー、そろそろ差し込んでいきたい。12時をシングルインフィあたりまで折るぐらいのタイミングでやっていきましょうか。まあ、スーパーボーラーね、はい、ここから出していってあげて、行ってあげて、さあ、サイドカードに時間かかったけど、スーパーボーラーのバンドなら、全然時間ないって怖くないはず。さあ、行け。ここから、レイジトームかけていきながらの、はい、待って、バンドシングルインフィ壊してくれた。強えな。強いな。密集してるから。密集してるから、バカすか壊すな。密集してるから、バカすか壊してくれて。あー、でもちょっとここで分離してる。やばい、どうしよう。やばい。ターンバカで死ぬ、スーパーボーラー。あ、死んじゃったね。死んじゃったから、もう、下のスーパーボーラー舞台を、なんかやっていきましょう。まあ、8体いるんで、8体いるんで、2、3体死んだところで火力落ちませんからね、この編成。
8体いますからね。アホみたいな編成。で、防衛援軍をしっかりと処理しつつの、ここでジャンプ入って反応してくんねえかな、着衣とスーパーボール。あ、オッケー、反応してね。反応して、はい、バウンドで、対空砲とかバカすか壊してるんですけど。で、ジャンプを打っていきつつ、フリーズかけていってあげて、で、ロイちゃんで、さあ、シングルインフェをね、どうにか突破できれば、いけるはず。さあ、どうだ？これで、バンドで、しっかりと、いや、スーパーボーラー一体死んだけど、どう？どう、いける？さあ、ディギーちゃんでシングルインフェ固めていきますよと。で、スーパーボーラーのバンドがなんか奥のテスラにもダメージ与えてるんで、確定数変わってめちゃくちゃ強いですよと。はい、言ってくれれば、これ前回いけるんじゃないか？前回いけそうですね。いけるんじゃない？これ、じゃあ、ただ、そうだ、待って、ホーミング使っちゃった。あー、ちょっとホーミング使っちゃった。どうだ、大丈夫かな。残り時間30秒。キビいかな。いや、ギリギリのラインだな。どうだ、いける。さあ、もうここロイちゃん頼みですね。ロイちゃん頼み。さあ、どう。さあ、エリポンに対して、ロイヤルチャンピオンが、さあ、ここから、あれあれ、確定あれあれあれ、確定一発だっけ、ロイヤルチャンピオンって。いや、二発だよね。あ、あれだ、スーパーボールのバウンドが多分エリポンに入ってるからか。なんか、エリポン一発で壊したりして。はい、来た。あ、こういうスーパーボーラーのバウンドが生きた場面出ましたね。そうそうそう、どんどん行きましょう。さあ、施設レベルはタウンホール14レベルの、15が出ましたね。まあ、14、施設レベル14といえどもやっぱ前回の難易度高いですからね、15は。いや、ただ、あれだな。呪文タワーとかモノリスがない。はい、でき、まあ、多めに見てください。ちょっと待って、6時に出そうと思ったけど、あれだな。迫撃砲があったんで、ちょっと、フレームシューター当てるところはね、もう、あれですね、こっちサイドしかないな。テスラ出んなよ。で、こっちからボデヒーで削っていきます。はい。やっていってあげて。さあ、じゃあ、まあ、スーパー、まあ、今回はモノリスと呪文タワーないんですけど、スーパーボーラーのバウンドどんぐらいね、効いてくるかを、ちょっと見ていきましょう。前回取れるかもわかんないですからね。やっぱ14といえど、難易度やっぱ高いですから、わかんないですからね。さあ、ここが削ってて。もうでね、対空砲あたりまで見たいかな。対空砲、ヒーラーの弱点の対空砲あたりまでちょっと見ていきたいかなっていうふうに思います。さあ、で、これで、削りの方やっていってあげて、もう本当ユニットの数少ねえな、こうやって改めて見ると。ほんと4種類しか使ってないからな、ユニット。ユニット4種類です。あー、待って、クロスに打たれて、やべえ、やっちまった。まあいいや、ちょっとサイドカット要因欲しかったし。サイドカット要因欲しかったんで、タイタンとイエティでサイドカットしてもらいましょう。で、そろそろ行きます。そろそろ行って、さあ、スーパーボーラー、8体編成。さあ、どんなぶっ刺さりを見せてくれるのか。スーパーボーラー8体編成。で、やってって、これマルチインフェルタワーにずっと横打ちされそうだな。横打ちされそう。さあ、いや、バウンドがすごいっすね、バウンドがすごいっすね。はい、イーグル砲とか打って。ちょっとロイチャー出していきます。で、さらにレイジもかけてってあげると、さあ、いや、もうボールの数の量がえぐい。ボールの量がえぐいって。はい、バカすかバウンドで壊していくんだけど。ボールの量が波じゃないんだけど。すげえ、カラーボール投げ放題、フェア。やばいね、この数やばいね、ボールの数。やば、やば、もう、8体いるから、もう四方八方にみんな投げ込むんで、もうバウンドでどんどん壊していく。で、いけばもう、あっという間に、これあれ、ボディヒーパートで1分ぐらい使ったのに、たったの1分でスーパーボーラー部隊、配置の真ん中ゼロにしましたね、一つ。で、やっていけばもうやばいね、これ。で、ユニットもいい感じ分散してね、これ時間切れの心配ないかな。はい、もうバウンドで、施設どんどん壊すんで。やばいな、スピードがやばいな。スーパーボーラーパート始めてからのスピードがすごい速いっすね。バウンドでバカすか壊すんで。さあ、これで、はい、全開。まあ、モノリスが地元はなかったんですけど、スーパーボーラー8体編成の破壊力が見れて、めちゃくちゃ楽しくなかったっすか、このリアルタイムアタック。はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回はね、こちらの企画、新戦術を考えようのコーナー、やっていこうと思います。今週の、ケスケ実況の、ケスケです。ポー！
ということで、この企画は私、ケイスケがね、考えてきた新戦術をね、マルチで試していくという企画となっておりまして、今回こちらですね、スーパーボーラー8体編成ですね。今年の2月に、スーパーボーラー7体編成の動画出したんですよ。まあ、なんでね、やろうと思ったかっていうと、まあ、タンホール15って強い施設がいっぱいあるんですよ。モノリスや呪文タワー。ね、投石機も強いし、インフェルタワーも強いしで、強い施設いっぱいあるんですよ。じゃあそこで、じゃあスーパーボーラー、今年の2月に、スーパーボーラー7体とかで、もうバウンドダメージで、もうそのバウンドで、もう先に怖い説をね、に当たる前にぶっ壊しちゃえば、バウンドで壊しちゃえば、めちゃくちゃ強いんじゃないか説っていうので、スーパーボーラー7体編成、試したんですよ。で、6月のアップデートで、新レベルのスーパーボーラー出たじゃないですか。なので、スーパーボーラー8体編成、じゃあ強いんじゃねえかなと思って、ネタでレジェンド回したんですよ。そしたら、なんとびっくり、6分の3000回取れたっていうので、マジでネタじゃなかった。まあ、8体はさすがにやりすぎだと思います。8体はさすがにやりすぎだと思うんですけど、6分の3000回取れたんですよ。なので、ちょっとね、この後のリプレイは、レジェンド攻め終えちゃったんで、フレチャルで、クラメントね、何回かね、試しました。そしたら全然ね、普通に前回取れたんで、今回はね、後半はフレチャルの様子をね、お送りしていこうと思います。なので、カカとかほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してねよーって方がいました。ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジのご利用動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、スーパーボーラー8体編成のね、リプレイをお送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。では見ていきましょう。マルチのレジェンドだと、たまにね、3本目のリアルタイムアタックみたいに、ちょっと格下が出てきたりとか、することがあって、ちょっとね、攻め無駄にしちゃったりすることがあるんで、ちゃんと、はい、施設が育ってます。クラメント、ブレチャーでいろいろ試してきました。で、やった感想としては、さっきも言ったんですけど、8体はやりすぎです。多くても6体ぐらいにして、で、残りはね、フレームシューター、のね、カバー用の、ユニットに変えたりとか、あとアイスゴーレム2体入れたりとか、エレクトロタイタン1体入れたりとか、っていう方がいいです。間違いなくいいです、そっちの方が。8体はやりすぎ。レジェンドで6分の3000回取ったんですけど、前回取れなかった3分のうち2個が時間切れだったんですよ。なので、8体はやりすぎ。入れて6体。で、やった方がね、いいと思います。さあ、ただね、8体編成でめちゃくちゃ気持ちよかったんで見ていきますよ。このリプレイマジで気持ちよかったです。回廊型なんですけど、やってた感じ、こう、ね、たくさん生き残ってるうちにもう、塔もね、使っていきます。さあ、こっからバウンドで、バカスカ壊していきますんで、いいですか？見ていてください。はい、もうバウンドでどんどん壊すんですよ。で、バウンドで、なんか、クロスボウとか、はい、バカスカ壊していくんですよ。アホみたいに。で、はい、どんどん突破していくバウンドで。で、バンドでインフェルタワー壊したり、クロスとかアーチャータワー壊したりとかしてますよね。はい。回廊型に対してやると、目アマチでめちゃくちゃ気持ちよくて。さあ、3時のスーパーボーラー、これ殴ってるんですか？これ、バンドでアーチャータワー壊すし、で、左側のスーパーボーラーもね、バンドでクロスボーとかね、一緒にへし折っちゃったりとかして、あっという間に施設がなくなってくるんですよ。まだロイちゃん出してないっすからね。そう。8体はやりすぎなんですけど、ただ8体もいると、スーパーボーラーって意外とすぐ死ぬじゃないですか。意外とすぐ死ぬんで火力が足りなくなって、後半失速したりっていうのがあるんですけど、8体もいるんで、2、3体死のが、まだ4、5体いるんで、火力がね、ずっと長持ちしてって、押し切れていくっていう場面が多かったです。ちなみにこちらの配置、一発で全開取れました。タウンホール15の施設レベル高いところに、回廊型だったり、こんな風に一発で取れるんだっていう、発見がありましたね。マジでびっくりした。こんな気持ちよくバンドで余裕で全開できるんだって思いましたからね。さあ、どんどんリプレイの方見ていきましょう。はい。続いてこちらの配置ですね。ボックス型配置となっておりまして、これね、前回取るのに4回かかりましたね。攻める方向が、1回目、2回目が2次面から攻めたんですよ。で、3回目がタウンホール側、7次面から攻めて取れなくて、で、10次面から攻めたら、余裕で全開できたっていう。リプレイになります。やっぱり攻める方向は大切だったなって思います。で、かつ、今回ね、面白かったのが、スーパーボーラーのバウンドでターンをぶっ壊していくんで、それが本当気持ちよかったんで、ぜひ楽しみにしていてください。ぜひご覧ください、最後まで。ほんとこれもね、バウンドがね、マジ、
刺さりすぎてやばかった。刺さりすぎてやばかったで、ほんと見てて面白いんで、ちょっとね楽しみにしていてください。さあそろそろかな、そろそろ、始めていくと思います。フレームシューターね、あのテスラチェック用とかのユニット持ってきてないっていうのもおかしいですけどね、今こうやって見ると。なので皆さん8体はね真似しないでください。6体ぐらいで やるとしても6体ぐらいでやってください。さあ来ましたスーパーボーラー。はい、レイジかきてなくてもなんかバンドで結構施設奥の施設壊すことも多くて笑っちゃいましたね、8体編成だと。さあここから行きますよ。レイジもかけていって、さあバンドでね、ここからでバカスカ壊していくんですよね。本当に、はい、インフラタワーとかも壊しちゃったりとかしてって、でここで一旦ねタウンのインビジタワーが起動しちゃって一瞬それるんですけど、こっからはい呪文タワー叩くついでにバンドでタウンもね壊していくっていう、このヤバさ笑っちゃいましたもん、やってて。でさあどんどんね、はい、バウンドとかで壊していってくれるし、で7時方向にもねスーパーボーラーね2体ほど流れててって、これもねいい仕事してましたね。バンドで奥の対空砲壊したりとかもしてくれました。なのではい、中心部分もう一気にくり抜いていっちゃうんで、あとはもうロイちゃんね外周走っていけば全開できるよねっていう、そんなリプレイとなっております。本当にぶっ刺さるとマジで一瞬で終わる。ウォデヒーパートフレームシューターパートで1分ぐらい時間かけてたのに、なんかスーパーボーラーパートぶっ刺さったね、ほんと一瞬で終わります。あ、まあ、ただ回収ユニット時間切れ防止用のユニットいないんでギリギリになります。そうスーパーボーラーパート始まると一瞬で中くり抜いていくんだけど、回収用のユニット持ってきてないんで時間切れにいつもギリギリになります。それでレジェンド全開逃してますからね。やっぱ時間切れ防止用のユニットって大事なんだなっていうのがよくわかる、リプレイなんですけども、はい、こんな感じ旋回取ることができて、いやーマジで気持ちよかったっすね。やっててね気持ちよさはあります。ただ時間切れのね可能性がめちゃくちゃあります。さあそしたらラストを見ていきましょう。これもね確かに一発で取れたはず、確か一発で取れた気がします。で、見ていきましょう。今回は2面のイーグル区画側から入れていきます。入れてって、これはね、確かギリギリだったかな？前回。ギリギリの前回だったんですけども、まあ、ただ、タウンホール15のボックス型配置、ディステンスレベルもめちゃくちゃ高いっていう、マイケイさんの配置となっております。マイケイさん、あ、そう、マイケイさんね、ありがとうございます。撮らせていただいてありがとうございます。ほんと、暗めに感謝です。で、さあ、行きます。ここからババキンパターン。そうですね、サイドカットユニティないんで、ババキンでサイドカットしていくっていうね。贅沢な使い道。さあ、で、スーパーボーラーパード。スタートさせていきます。さあレイジ使ってないですけど、結構なダメージ与えてくるんさ、スーパーボーラー8体いるんでやばいよね。レイジ使ってませんからね。でレイジ使ってないですよ。レイジ使ったら本当にやばいですからね。四方八方にボール飛び交います。ここからはい、ここからね、はい、四方八方に飛び交って、なんか奥のねクロスボウとかもねバカすかね、バンドでバカすかぶっ壊してって、モノレスとかもはいバンドでぶっ壊してくるんですよ。これよこれ、強い施設に当たってくる前に、バンドでね、やられる前にやる理論。あ、ここ、ただ、ここのレジ下手だったんですよね。めちゃくちゃ誰にもかかってないレジになっちゃったんですけど。はい。やられる前にやる理論で、ね、どんどん強い施設ね、ぶっ壊してってますよね。で、最後、クイーンがギリギリね、ここターンね、落としてくれたの。ありがたかったですね。で、壊してくれましたよと。で、スーパーボーラー自体はもうちょっとね、さすがにやっぱ火力高いですよ。高いんで、全然クロスとかにタゲ取られるとスーパーボーラーで結構意外とすぐ死にます。ですけど、さあ、はい、こっから、ロイヤルチャンピオンで、もう残ってる施設、はい、ご覧ください。スーパーボーラーのバウンドで、中の施設ね、バウンドでバカすく壊してたんで、はい、あとはもう災害層だけになってるよねっていう、感じになっております。いやー、結構ね、やっててね、思ってたほどネタじゃねえかなっていうふうには思いましたけど、こんなになんかね決まるもんなんだっていう気持ちよさがありましたね。いやなのでまあおすすめはしないんですけど、8体編成、ただいいところはユニットの数が少ないんで忙しくない、めちゃくちゃいい、
思うと、もうクラクラね、なんかタウンホール上がるたびにユニット数も増えてキャンプ数も増えて忙しくなって、なんかごちゃごちゃしてて、なんか忙しいなってね、やりづらいな、シンプルさがないなって思ってる人はこの編成おすすめです。シンプルでユニット数少ないのがいい方にはおすすめしたいかなというふうには思いますが、おすすめはしません。はい、そんな感じで今回はね、新戦術を考えようのコーナー、スーパーボールは8体編成でレジェンド回したりとか、あとレジェンド攻め終わっちゃったんでね、ちょっと物足りなかったんでね、フレチャレで暗めの村に攻めたりとかしてって、その強さをね、スーパーボール8体編成の強さをお送りしていきました。いや、思ってたほどネタでやったらね、思ってたほど前回撮れちゃったんで、今回ね、動画にしました。はーい。なのでね、これに画像がほぼ毎日投稿しておりますので、まーちゃんチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひまーちゃんチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなって、またグッドボタンやコメント、友人やクラミニシアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。